ただいま職場から直接ここに来て、これから山手線に乗って品川に、品川から羽田空港に向かいます。今回は他のやり方とは異なります。情報をいち早くキャッチさせるためにビデオカメラではなく迅速な編集ができるスマートフォンで撮影しております。では山手線内回りに乗ってみましょう。目白であえて降りてるんですけれども、職場、いや仕事が終わってからこのまま長崎空港で諫早に行くというのは誰も想像できないでしょうね。だってこの格好ですね。普通にこれで会社に行ってもちょっと
ちょっと僕運悪いことにこの紐も切れちゃったんですよ。なので新しいの買わなければいけません。搭乗口は長崎の南のウィングで10番ですが、では急ぎましょう。僕は羽田空港第一ターミナルから乗車するのは初めてで、多分初めてだと思います。第二と大きく異なります。赤が主力の色となっており、なんか高級感が体力を消耗させますので感じられます。急いで預けます。ですけれども第二が悪いと言っているわけではありません。どれだ、バッグ見たんですけど、やっぱり効果買えませんね。もうドンキやシマチュー、マックハウスとかで買うべきだった。ダルの搭乗口に来ました。アナと全然異なりますね。やっぱり空港会社が違うのか、それとも
20分が経ちました。左に降っているそびえ立つ建物が世界で2番目に高い東京スカイツリーです。ここは東京上空です。でもどこを映しているのかは僕にも分かりません。これは夕日を照らす美しい雲海です。まだ上昇中ですからこのような風景が見られ、夜景も綺麗しました。夕景もいいかなと思いました。もなくすると終点の長崎空港に着きます。終点といっても一つの空港しか行かないんですけどね。長崎ってくびれの部分があるじゃないですか。多分この地形がそうかなと思います。奥に見えるのが長崎、手前に見えるのが多分ですけど佐世保だと。本日、講義の際には、まずクラスチェーンにお座りのお客様、続きまして、
JAL 機に乗った感想としては、アナと比べてればサービスはいい感じです。ですけれども、アナが悪いと言っているわけではなく、例えばシチュワーデスさんの言葉遣いの優しさ、あと気遣いの良さなどが感じられました。また利用したいと思っております。長崎空港に着きました。これから僕はバスに乗って諫早駅に行きたいと思います。あさって開通する西九州新幹線が盛り上がってると思いますし、自身も武雄温泉から一番列車に乗りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。